写真は改良型の DT20A、西武鉄道 E31 系電気機関車に転用時に砂箱が追加された。国鉄 DT20 系台車は日本国有鉄道が開発した鉄道車両用台車の一形式である、吊りかけ駆動方式に対応する国鉄最後の正式電車用台車として1953年に設計され、1954年度予算で製造された。 80K200 番台車から採用された軸箱上部に天秤状の釣り合い針を設け、その両端から下方にコイルバネをそれぞれ置いて軸バネとする上天秤式と呼ばれる軸箱支持機構を採用する。これは当時住友金属工業が自社製台車に採用しゲルリッツ式と称していた軸箱支持機構の亜種である。同時期に開発されていた。 キハ4四万四千系電気式機動車用の DT-18 が、汽車製造の開発した、加点便式軸箱支持機構を採用したのと合わせ、当時の国鉄が、台車メーカー各社で開発が進んでいた最新の軸箱支持機構のエッセンスを、主捨選択の上で導入したものであった。本形式においては、軸バネは、側枠上部から吊り下げられた工房と、バネの下端部に設けた支持座で、 防振ゴムを介して結合され、ナットで締め付けている。これは、通常の軸バネ式台車と比較して複雑な構造で、あるが、検査などの際にはこれらの固定用ボルトを外すことで、容易に、車輪抜きが可能であった。また、ボルスター部は、DT-17 の設計を踏襲し、2列のコイルバネと、衝動減衰を目的とする、オイルダンパで構成される枕バネ部を持つ、 スイングリンク式の揺れ枕機構を備える。本形式は、その計画、設計段階では、車体シリンダー式の古いブレーキ機構を備える、休憩国電と、俗称される、旧式の電車このため、上揺れ枕の上面には、中央の心皿の左右に設けられた側受けが、通常の位置だけではなく、より内側の初期構成者に対応する位置にも取り付け、可能となっていた。側枠は、 DT18 で初採用された大型の後半プレス成形部品を最中のように2枚貼り合わせて溶接組み立てした軽量物国旗構造で各部に肉抜き穴も設けられていた。これにより DT17 の一体中高生大車枠と比較して大幅な軽量化を実現した。もっとも MT15 や MT40 といった大きく重い釣り掛け 式電動機を増加するため軸距は 2450mm と大きく取ってあった。また、先行した DT-19 で側枠と、応用を溶接し端張りを省略することで、さらなる軽量化が可能であることが判明していたにも、かかわらず、本形式では端張りは残されている。ブレーキは、車体シリンダー式で、両、妥協式のブレーキワークを構成する。 これは先行する DT-17 の設計を踏襲したもので、主電動機や心皿、側受けなどとの干渉を避けて、揺れ枕のさらに外側に連動用ロットが通してあった。このロットと連結される連動テコは、側枠上部の角軸箱と揺れ枕の間の空間に大きく突き出しており、特徴的な外観が形成された。いわゆる休憩国連祭末期に設計されたため、 国鉄としての派生形式として実現を見たのは一種のみであるが実際には付随車用の派生形式も設計されていた。また日本車両製造が本形式と軸箱などの基本構造が共通の台車をいくつかの私鉄に納入している国鉄向け私鉄向け流用品、他事業者からの中古品を使用する車両を含む参考 上天瓶に重ね板バネを用いた住友金属工業 FS107 型台車ゲルリッツ式は本来ドイツのワマグが1923年に開発したゲルリッツ I 型台車に由来する。この台車は2本のコイルバネと重ね板バネを連結して門系のバネ機構を構成する軸箱支持機構部と長大な重ね板バネを側枠から2段リンクで吊り下げ 中央部で揺れ枕を支持する枕支持機工部で構成されるのを特徴とする。詳細は鉄道車両の台車市ドイツ参照。日本ではおは35計客車での試験も行われた。これに対し、その軸箱支持機構だけを抽出して採用したのが住友の台車である。これも日本ではゲルリッツ式台車、または住友式ゲルリッツなどと呼ばれるが、 もう一方の重要な構成要素を書くため、厳密には、ゲルリッツ式台車とは呼べない。なお、この軸箱支持機構はすでに19世紀末には、王立バイエルン区に有鉄道などで、客車用台車に採用されており、当時のドイツでは、一般的な機構の一つであったほか、蒸気機関車の淡水車用台車に採用する例が、ドイツのみならずアメリカ、日本など各国で見られた。ありがとうございます。